行かなかったので、仕送りということで、え、おばあちゃんからね、え、子供にですね、だから孫に、え、ね、孫に、これは何か、この、仕送りをしたな、んか送ってあげようということでね、危ない、ハサみ危ない、気がするぞっていうね、え、ことでね、楽しみし、なんか冷蔵で送ってきましたよ、なんかね、はい。ということで、楽しみにしております。え、ね、お菓子が入ってるんじゃないかっていうね、話をね、していました。 はい、えーね、まず、えー、テンション上げてめくってみました。なんだゴミ袋っていうことですね。ゴミ袋50枚入ってるやですね。えー、なん、何枚あってもいいですからね。ゴミ袋はね。えー、そしてこれ、緩衝材代わりかな。かわいいでしょうと言ってね。えー、タオル入っております。ね、タオルも何個あっていいからね。えー、子供いろんなものこぼしたりするからね、えー。拭いちゃいますか。お、なんか、なんかついてるぞってことでね。 えー、気になってますけども、またじゃあこれは後でにしましょうってことでね、中、もうね、もう子供の中ね、気になってるからお菓子が早く見たいみたいなね。さあ、これはですね、あの、入浴剤ですね、アヒル体調の入浴剤。アヒルのおもちゃに入浴剤入れるとプッシュってね、進むという、ブクブクブクってね、あの、入浴剤のね、泡でね、えー、炭酸っていうんですか、あれで。ね、えー、もうね、そっちのけです。はい、お菓子ばっかり見ています。さあ、来たお、まずね、こう見ちゃいましょう。チョコフレークです。えー、ね、はい。 もうね、あの、自分だけ見ちゃってね、動画のこと忘れてるからね。はい、来ました。えー、カリカリ梅ということで、ね、梅ですね。はい。そう、うちの子供たちは好きです。蜂蜜の、この甘い方の梅なのかなちょっと俺はね、食べないんです。えー、これ、あの、なんか普通のやつなのかなちょっとわかんないんですけど、えー、もう一切食べないので、えー、わかりません。はい。あ、これはうまそう。これは使うね。えー、生姜ですね。はい。 これはね美味しあ、これです、問題は。これね、この、もち麦チョコ。これね、うちの子がね、なんか食べて美味しかったっていうことで、糖質制限のやつのやつなんですけど、えー、なんかお、おじいちゃんが食べてたのかな、おばあちゃんが、わしはわかんないけどね、向こうで食べた時にねそう、あ、これ、これがね、お姉ちゃんがね、もうね、3年以上前に、ね、行った時にね、美味しい美味しいって言って食べてたって言ってね、えー、そういうわけでね、えー、なんかいっぱい買ってくれたみたいですね。しかもね、袋を破ってね、内袋破ってね、あの外袋か、空気を抜くと言って、えー、チョコフレークね、はい。 もう大体あの2つ入ってますが喧嘩しないようにね、えー、兄弟のね、いるうちわは多分わかると思うんですけどね。はい。このね、これを探すのに時間がかかったそうです。はい。えーね。はい。ということで、もち麦チョコ。これおいしいらしいよ。でも、でも俺食べた感じはあんま変わんないけどね。どれも。あー、出たぶちまかす。えー。ね、歯ブラシですね。余ってたやつもらったのかな、これね。はい。シュミテクトのやつですね。いい感じのやつ。おー、そして、これはゼリー。 ね、山形県産シャインマスカット美味しいよね種なくてうまいわあそしたらこれ白桃白桃で桃ですね桃のゼリーね、えー、ゼリーといえば定番ですかねはいあチーズのり巻きあこれつまみとかのやつじゃねっていうね感じがしますこれも一回開けて空気抜いてねえー、いっぱい入るようにそしたらあのなんか食べかけみたいになっちゃってね量,量の問題かなあれねはいでチーズはやつ駄菓子屋さんですかなこれね えー、ちっちゃいやつ、1個10円で売ってるやつがいっぱい入ってるやつね。おやつ、カルパスね、これ、ね、箱の表裏、あんま分かんなくねみたいな。あー来たこれはもうお出かけの定番ですね、これね。えー、とりあえずこれ持って出かけりゃいいよ、みたいなね。じゃがいこ、チーズですね、えー。サラダ味がね、定番なんですけど、あれね、なんか、あーこれはね、下の子が大好きなんです。たらこバター。ね。えー、ねたらこバター。ね。け、えー、喧嘩しないようにと、えー、持っています。あー出たああ、もうこれもですね。はい。 えー、もう持ち歩くにはこれですね。えー、グミですね。これも2つずつ。ね。えー、パカッっていうね。はい、開けてないよということね。<laughs> はい。これ気がつくと全部食べちゃいますからね。あで、これね、カーテンですね。なんか余ってたのかなもらったやつかなえー、4、5年後、うちも引っ越さなきゃいけないので、気が早く持ってきた。あ、これなんだなんか入ってるぞ。これ、バッグじゃないかいねえ。 夏っぽいやつじゃないかなもう夏終わりなのに。なんかね、中がこう、ね、ビニールの、ね、この、なんつうの、透け感ですか透け感って言わないのかなちょっとわかんないけどね。あの、ビニールっぽいバッグで、中、ちょっと見えないよね、袋入ってるみたいな、そういうやつじゃないのかなで、はい、気になったのはこちらです。えー、お菓子じゃないかと思って、ま、ミス、マスチミスチなんだわかんないな。さあ、もう気になっておりますね。もう食べ物かと思いきやね。 はいお財布です。やりました。お気になっているぞ。どうなってんだと。可愛らしいお財布です。ね、えー、最近のはね、小さめですからね、どうしてもね、女の子が持つやつだから。えー、ね、お気になっている。はい、お姉ちゃんが早く貸してくれと。えー、いや、見るんだと。今、喧嘩をしてます。音切ってますからわかんないですけどね。はいさ、さあなん中、見てるぞ。おね。はい。えー、興味があるらしいと。はい、がま口を開けました。ね。 先っぽが真珠っていうのがね、なかなかね、最近流行りなんですかこうやってね、先っぽついてるっていうね。なんか、女の子好きなブランドらしいんですよね。ちょっと聞いた話によると。ね、だお姉ちゃん使うかいっていうことでもらったのかなちょっとわかんないんですけどね。福袋かなんかに入ってたのかもしれないですね。はい。ちょっとわかんないんですけどね。バッグとお財布、これ同じ、ね、ブランドって言うんですかね。らしいですね。はい。もうほら、もう財布の中に入った紙が。 ポイって捨てられて、捨、え、ら、ー、れれここででで全部とといいうことでございますね空っぽです。ね。はいそしたらねバッグについたねね札が5500円マジかそんなすんのどうしようそしてああこれねあのー、先ほど一番最初についたねあのタオルについたほらね封筒 QUO ーカードと書いてあるの、思いっきりねはいえー、これはですねお姉ちゃんが今一番大好きなんですねコンビニで何か買う時にね えー、絶対使うという、まあ500円ですけどね、はい、もう速攻財布に入れられました。ということで、おばあちゃんいつもありがとうということでおしまい。<laughs> ということで、えー、ありがとうございました。えー、チャンネル登録そして高評価、ね。 しますそして顔のチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜえー、それであのー、ベルマークみたいなのがあるんだけどもそれをやっておくとライブ配信もやってるからいち早くチェックできるぜチャンネル登録お願いします俺は100円ライターが一番好きだぜ 100円で買えるぬくもりが俺は好きだぜそいつで俺はタバコに火をつける別の動画も見てね